Thank you.
Hiroshi? Are you Hiroshi Mochizuki? Is your father Professor Mochizuki? おじいちゃん。あ、ヒロシ。二足歩行決まった失敗じゃ。おじいちゃん。どうした、ヒロシ。どうした。どうしたんじゃ。よし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 。わかったわかった。だけど変だと思わないか。なぜその怪物はヒロシを襲ったりしたんだ。 そんなのわかんないよ。本当なんだよ。ね、後から別の怪物がもう一匹出てきた。うん。バイクに乗って緑色の体をしてバッタみたいな目をしてさ。で、そいつはお前を助けた。そうみたいなんだけど。うん。ああ、そうだ。ヒロシ、たまにはおじいちゃんと一緒に表行って食事でもするか。 え？おじいちゃん、いつも忙しいからお前と遊んでやれないし、お前のパパも行方不明になっちまったしな。何？おじいちゃん、ずるいよ。僕の話信じてないんだ。ヒロシ、本当に怪物出たんだよ。それにパパだって帰ってくるもん。絶対帰ってくるもん。もういい。ヒロシ、ヒロシ。はあ。 練習日は明日だぞ。変なお兄ちゃんが僕をつけてくるんだ。お前か。どうしてヒロシをつけ回すんだ。なんとか言え。ヒロシ君は怪物に狙われている。だからガードしていただけだ。怪物？ 襲われたんだ。だからお姉ちゃんたちに助けてもらおうと思って来たんだ。それも一匹じゃなくて二匹なんだ。それは違う。一人は君を守ろうとしたんだ。とにかくヒロシをつけ回すのやめてくれ。なんだこいつ。 Yeah.
換しろ。ヒロシ、ヒロシ、おヒロシは大丈夫みたい。よし、どっからでも来やがれ。2年前、実は何者かが僕にテレパシーで語りかけてきたんです。ネオ生命体からヒロシ君を守れと。ちょっと待ってくれよ、言ってることがよくわからんよ。ネオ生命体というのは博士が研究していた完全生物です。感情に左右されず、凶悪で霊利でものすごいパワーだけがある。博士はついにそれを完成させたんです。ということは、息子はネオ生命体を使ってヒロシを襲ってる。君はそう言いたいのか。バカな、自分の息子を襲う親がどこにいる。理由は何だ。理由は嘘だ。そんなの嘘だ。どうしてそんな嘘つくんだよ。どうしてだよ。ヒロシ君、ヒロシ君、ヒロシ、音楽を聴いてると優しい気持ちになる。ヒロシ君、僕が山で目覚めた時は博士の怒りでいっぱいだった。でもこの曲を聴いてると、博士がどれだけ君のことを思っていたか分かる気がするんだ。パパ言ってた、どんな人でも音楽を聴けば優しい気持ちになれるんだって。そう言ってたのに、そう言ってたのに。パパ、急に人が変わったみたいになって。ヒロシ君、僕の知ってる博士もそうだったよ。昔は優しくていい人だった。でも君を襲った怪物がネオ生命体から作り出されたことは間違いないんだ。みんな一生懸命生きてる。愛し合いながら、これを壊しちゃいけない。お父さんはそういう願いを込めて君にこの曲を聴かせたんじゃないかな。お兄ちゃん。うん、行こう。ヒロシ、ヒロシ。あ、ヒロシ。パパ。ヒロシ君。パパ。ヒロシ。ヒロシ君。
ヒロシ君。ライダー。ヒロシ。ライダヒロシ君、ヒロシ君、しっかりしろ。ライダー、ライダー。博士、望月博士。パパ。ヒロシ。パパ。早く逃げろ。こんな体にし、その上ヒロシまで手を出すのか。これ以上何をしようというんだ。貴様が博士をこんな姿に。お兄ちゃん、何度やっても僕には勝てないよ。Thank you.
でないとヒロシ君をバラバラにするよ。この曲が好きなの？ライダー！ライダー！ライダー！兄ちゃん、行っちゃうの？ヒロシ君、元気出せ。君にはおじいちゃんや道場のお兄さんやお姉さんがいるじゃないか。ヒロシ！おじいちゃん！大丈夫か？うん。元気な。うん。よし。